キーの曲って皆さんでスタジオに入って作られてるとかじゃなくて、いろいろか、そんなの、うん、浅井さんがもともと作られて持っていかれることもあるんですよね。だいたい俺が作って、でスタジオ入って、でみんなで、そうなんです。もともと詩がある、戻っちゃうんですけど、詩がある時にもう、あらかじめ作ってらっしゃる時にこう音にはめようってするとすごい難しそうなんですけど、どういう感じなんですか？ねえ、ね、だってさ、詩とかさ書こうと思ったらさ、後でそういうリスクがあるから考えちゃいますね、書いてる途中で。そう、はまる、だからはめる、はめる、うん、どうしてもはめようと思って俺頑張るじゃん、うん、ですんごいなんか詩とは全然、あ、違う、曲とは全然合わないような詩を無理やりはめて俺が歌ったりすると、エンジニアの子がそれはちょっと無理があるんじゃないですかねとか言って初めて気づく、あ、そうなんですか。あ、じゃあレコーディングの時にいきなりはめたりなさることもあるんだ。家で一応はめるけどね、でも実際歌ってみないとわからない部分もあるから。あ、そうなんですか。へえ。私悲しみが嫌いだったら、気の触れ出すふりをすればいいしかな、うん、でも ああいうフレーズとか、寂しさだとか優しさだとか、あ、切なさだとか、そんな言葉に興味はないぜみたいな、そういうフレーズってすごく浅井さんしかおっしゃらないことだと思ってて、私が特に好きな感じなんだけど、なんかなんとなく浅井さんっていうキャラクターだと勝手に私が思って解釈してんだけど、なんか今ってすごいそういうのがなんか入ってるたびにすごいドキッとして、いや素敵、ブランキーらしいとか勝手に思ってんだけど、なんか今さシャーベット作っとって、はい、でほぼできとるんだもう、はい、それ自分ではすごくなんか今までとなんか全然違うと思ってんだけど、はい、でも自分はそう思うけど、みんなはどう思うか分からんけど。あ、そうなんですか。どんな、ちょっとだけこう、どんな風に違うと思ってらっしゃるんですか？無事で言えないかな。それはじゃあ、お聞きするのを楽しみに、うん、という風に、私もじゃあ楽しみに待ちます。